大丈夫か、ゼ。頭打ってないか。1たす1は2。ああ、そんな名前だったんだ。キキ、それがなんだ。やられたな、ゼ。遊び場だ。そつひでで、ね、余裕で勝っているのがキキだ。現に負けてる。怪しい子じゃなさそうだな。それどころか、ゼンは相当気に入ってるね。奥義悪いな。ダメだろうぜ。自分で取らない。毒だ。解毒は誰だ。解毒の薬はある方が持っています。私はクライネス王国第二王子ゼン・ウィスタリア。いくらでもあるのでは。正式な場で真偽を確かめてもよろしいが。ありがとう。なんだ白雪。力を貸してくれてありがとう。けどごめんなさい、私は禅の毒にしかならなかった。それは笑うところか。俺が口にした毒リンゴとお前が赤だからとかそういう。禅が自分で食べたんだから、禅と私たちが思慮に欠けてた。以上。光秀なんて、禅が死んだら俺も死ぬとか涙目になって。うわ、バラすなよ。お前が自分で向かった森に俺たちがいて、関わりを持って互いの身を守ろうとした。それがこの場限りの毒か、これからのつながりか、お前が決めればいい。それは私が決めていいことなの。当然、俺だって自分の運命は自分で得て、その道に進めるか否かは自分次第だろ。